皆さん、こんにちは。ミシェリーでございます。香港に春節がやってまいりました。あ、お金が落ちている。中華圏のドラマがお好きな方はご存知かと思いますが、これは昔のお金。この時期はどこに行きましても、こういった春節飾りがババンと出ております。福と富が溢れることを願って、気の巡りのいいエントランスは、豪勢に飾られることが多いです。これは春節元旦前の1月18日。年末ムード漂う香港の街は、人がいっぱい。今からビクトリアパークのフラワーマーケットへ参ります。香港に来て驚いたことは、お花の需要が高いこと。日本にいらっしゃる方の中にも、我が家はお花をいつも飾っているのとおっしゃる素敵な方もおられるかと思いますが、私の肌感覚では、お花大好き人口割合が、ここ香港では、日本の比ではないくらい高いなと感じます。かの有名な不動産王李嘉欣も、かつて造花ビジネスで財を成したほど、香港の方は、美しいものにお金を惜しみません。特に、この春節は、日本でいうところのお正月シーズン。縁起を担ぐことを大切にする香港の皆さんにあっては、お花に込められた意味に思いを寄せながらお部屋に飾り、新年を迎える支度を楽しむのです。なんだか思ったほど混んでないですね。夜じゃないからでしょうか。以前来ましたのは、昨今の流行り病と、ガヤついたあの騒動の起きる前の、春節大晦日。あの時は激混みで、入場するのに長蛇の列を、待たされた記憶があります。空いててよかった。この春節前のフラワーマーケットは、人種ファーシーと呼ばれるイベントで、だいたい春節前1週間、香港各地で開催されております。人種ファーシーと呼ばれる大々的なイベントじゃなくても、この時期になりますと、路上でしたり、香港の市場、外市の入り口等で、お花販売の特設会場が設けられて、人だかりができるようになります。桃の花、立派ですね。つぼみがたくさんついておりますので、春節に花開く、いい頃合いの枝ですね。桃の木は、本当と呼ばれているのですが、広東語の本当と発音が似ており、それは野心的という意味なのですが、意訳で事業が大きく発展しますようにとか、ご縁に恵まれますようにという意味が込められております。ご商売繁盛したい方、ぜひ桃の木飾ってはいかがでしょうか。以前来た時よりも、お店とお店の間隔がだいぶ空いておりますね。やはり昨今の流行り病を意識しての設営でしょうか。蘭の花が見事ですね。あんな風にいろいろ合わせたアレンジメントも売っております。これは金柑。香港ではガンガッと呼ばれます。金の字、ガンが吉がに似ていることから、吉をもたらす縁起の良いものとされております。
これ面白い形してるでしょ。発音も可愛くて、ドイトントンと呼ばれております。日本名でカドナスというものです。ドイトントンは5世代が顔を合わせて過ごせるぐらい長寿でありますようにという意味が込められております。皆さんはファーフォイフーゴイという言葉をご存知でしょうか。これは花開くように地位や財産を得るという意味があります。フラワーマーケットに来てお花の陳列を見ておりますと、そのファーフォイフーガイの言葉が生まれたパッションみたいなものを感じますね。皆さん一生懸命選んでいらっしゃいます。あー、カラフルで可愛らしいお花発見。あれはフーガイガと呼ばれるお花です。ファチョイダイガとも言います。ふわふわで可愛いですよね。私は買うならこういうお花がいいな。4本で100香港ドル。見ると欲しくなる。それが女心というもの。何色を買いましょうか。中華っぽい鮮やかな色の組み合わせにしたいところ。映えるには色の足し算引き算が重要です。あなたなら何色を選びますか。ひとたび選んだ色の組み合わせが映えなかったので選び直しました。自宅が近ければ枝付きのものを買いたいですが、MTR で帰りますのでやめておきましょう。不思議なものです。お花を買って手に持つだけで気分が明るくなります。我が家はハビーがアレルギー持ちですので、花粉の飛びそうなものは自宅に置かないようにしております。この菊なら、ハビーを花粉症で苦しめることもないはず。我ながらいいチョイスをしたと思います。いかがですか？映えますね。あまりに嬉しくて SNS に写真を投稿してしまいました。このお花は白菊。インクを吸わせて着色したように思われます。それが証拠にお水をご覧ください。ピンク色になっております。私は最近オゾン水生成メーカーを購入したのですが、お花が長持ちするようにこのお水で毎日茎をお手入れしております。生成の仕方は簡単。水道水を入れてボタンを押すだけ。そうしますとブクブクブクと泡が出まして、30秒ぐらいでオゾン水が生成されます。普段果物や野菜を外資のオーガニックのお店で買うのですが、生食できると謳われていても、実際食べてみると舌が腫れることがあります。特にブドウだったり、プラムだったり、皮を剥かないもの。このオゾン水を吹きかけて、表面を殺菌してから口にすると、そういったトラブルが起きないなと感じました。今日は近所のスーパーウェルカムでレモンを買ってきたのですが、このオゾン水で表面についている農薬をすっきり洗浄して塩レモンをつけようかなと思っております。口にするものから身の回りのものまで、これ一本で対応できて助かっております。春節の間、元気なお花をめでられるようにこのオゾン水でケアしたいと思います。
香港グラッシーのハビーと私ミシェリーはガヤナ香港の端っこの方で暮らす日本人です。チャンネル登録お願いできないでしょうか。皆さんの応援が私ミシェリーの創作活動の励みとなっております。どうかチャンネル登録でしがない日本人主婦私ミシェリーに活力をお与えください。応援どうぞよろしくお願いします。今日はここまで、バイ。